とうございました。ありがとうございました。ルーナナチュラルアップナイトブラのステージゲストは鈴木奈々さん、キュウイ美里さんです。よろしくお願いします。すごいランウェイの一番前で、うん、あのバスト揺らす人、あとにも先にも奈々さんだけだと思います。あのすごい今バストケア頑張ってて、はい、そうしてます。すごいまだね、うん、すごい息切れしてます。久しぶりで俺結構心配してたけどだいぶ元気そうです。いやありがとうございます。 TGC まで来ていただいてね。あの今バストケアを頑張ってて、うんうん、A カップから C カップになったんです。すごい大きくなりましたよね。見てほしいんですけど、それを見せたくてやってたんだ。はい、そうなんですよ。あんま下品も品のうちって言いますから、バンバン見せていただいて。やめてください、はい、さあそしてバチェラージャパンシーズン4で注目を集めたキュウイさん、初めての TGC となりましたけれども、ランウェイいかがでしたか？いやもうめちゃくちゃ緊張したんですけど、あの私本当にちっちゃい時から TGC のこのランウェイ歩くの夢で、昨日もお母さんとなんか30歳にして夢叶うってすごいなって喋ってて、本当に感無量です。エモいな。やっぱ女性の方たくさんいるじゃないですか。バストの悩みってあると思うんですよ、はい、おっぱいが小さくて悩んでるとか、うん、あとおっぱいがちょっと垂れてきて悩んでるとか、うん、でこれはあのルーナナイトブラなんですけど、うん、本当に私はこのオメガラインができました。写真集も出して。そうなんですよ、写真集を出させていただいて、はい、その写真集がなんで私にお話が来たかというと、はいはい、バストアップしたのを、うん、講談社っていう会社、うん、雑誌とか本とかの会社あるんですけど、はい、講談社の方からオファーをいただいて、そう、それで何挑戦させていただきました。はい、はい、ということでルーナナチュラルアップナイトブラのステージゲストは鈴木奈々さん、キュウイ美里さんでした。皆さん大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございました。すごいありがとうございました。わかりましたよ。奈々さん引退コンサートですか？ありがとうございます。引退コンサートになってるんだ。本当にありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫だよ。皆さん楽しんでってください。また会おうね。ありがとう。また会おう。バイバイ。皆さん楽しんでってください。気をつけてね。ありがとうございます。早く開けろよ。ありがとうございます。前説の若手芸人みたいなテンション。